はい、えー、どうも皆さん、はじめましてこんにちは、えー、公認会計士の松本と申します、えー、この動画はですね、えー、公認会計士はもとよりまあ日照の簿記検定とかを、ねまあ、少しでもまあ受けたことあるあるいはまあこれから少し受けようかなというふうに思っている方に対してですね、えー、一つ、まあ問題といいましょうかクイズといいましょうか、まあ、そういったもののお解説を通じて。 ボキの魅力をお伝えできればなということで収録させていただきたいと思ってます。はい。でまずですねあの一つこの動画をご覧になっていただいている皆さんにですねまあ問題と言いましょうかクイズなんですけども今の 我が国ですね今の日本において、えー、財務諸表と呼ばれる、まあ、会社の成績をです、ねえー、大きく重要なものとして貸、えー、借対象表と呼ばれる BS バランスシートですねそれから損益計算書と呼ばれる PL、まあ、大きく分けてこの財務諸表を2つ BS と PL があ存在いたしますが今の我が国において重要なのがどちらか一つだけ、えー、ございます。 どっちか一つです今の日本ですこれがポイントになりますさあそれはどちらでしょうそしてその理由はというところですねこれを一つ問題提起とさせていただきたいと思います解説は後ほど解説編でお伝えさせていただきたいと思います